認知症で施設に入所している義理の母の着物タンスの整理をしています。母は長くお茶の先生をしていたのでたくさん着物を持っていると思ったのですが、このタンスに入っていたのは多分60代後半からあつらえたと思われる落ち着いた色柄の着物がほとんどでした。一重の紬、夏の着物、夏帯、袋帯、八寸名古屋帯、合わせの紬、合わせの小紋、訪問着と色止め。このタンスの整理をしようと思ったのは、このタンスの中には着物よりも空っぽでボロボロの多頭紙が大量に入っていることが分かり、それは虫やカビの温床になってしまうと思い、この多頭紙を処分してタンスの中をクリーンにしたかったのです。これがそのボロ多頭紙。着物は分類して引き出しに入れ直しました。